東京ドームを振り返る YouTube ライブ、今日は最終日3日目になります。はい、ということで最終日はこの方と一緒にお届けしたいと思います。どうぞ。はい、こんにちは、乃木坂46の松村沙友理です。はい、イエーイ、来たはい、本当に、ん、もう本当1日目からいつ呼ばれるんだろうってすごい待ってた。そう、1日目から待っててくれたの。待ってた。1日目はキクちゃんでした。そうね、寂しかった。お待たせ、いっぱい喋ろう。喋ろう、うん。最近はどうですか、なんかしてた？最近は、まあ、結構そうですね、うん、おうち時間が長くなってきて、うん、何かやらなきゃいけないなって思い出して、うん、あのリングフィット、お、知ってます？リングフィットっていう、うん、がね、スイッチのゲームがあって、うん、ね、ゲームなんだけど筋トレみたいなのができるの。あ、 CM でやってるやつだ。そう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 。あれどう、面白い？めっちゃ、でもね、面白いけどすごいね、効いてる。そうなんだ。でもやっぱゲームだからなんかすごい面白く楽しく、普通に筋トレやるよりはすごい断然面白くできるから、おすすめ。おすすめ、おすすめ。すぐ買うね、すぐ買う。かわいい、かわいい。めっちゃ気になってた。いいね、いいね。じゃあ本当に自分の時間も大事にして過ごして、よかった。元気な顔が見れたので。あら、ありがとうございます。はい。ということでね、はい、今日は東京ドームの振り返り、最終日なんですけれども、はい、覚えてますか、東京ドームライブ。うん。覚えてる？どこを一番覚えてる？でも一番覚えてるのは、やっぱり、うん、一番最後。最後ね。一番最後が一番やっぱ、うん、思い出には残ってるけど、うん、やっぱなんかその東京ドーム初めてだったじゃないですか、うんうんうん、だから結構なんか自分の中でも、うん、結構まあ多分みんなそうだったと思うんですけど、うん、やっぱなんかこの心のスイッチじゃないですけど、うん、なんかギアを一個上げて挑んだ感じはしました。わかる、ね、なんかちょっと緊張したもんね、いつもより。緊張したよね。うん、緊張もしたし、ちょっと不安だったけど、うん、でもすごい楽しかった。ね、楽しかったね。楽しかったよね。やっぱいろんな、広いからいろんなこともできるし、うん、いろんな仕掛けもあったから、うん、本当になんか、なんか今思ったらちょっとしんみりしちゃうなって感じ。あ、無理しないで、無理しない、よかった。ということでね、そろそろ見ていこうかと思うんですけれども、では続きからもう最後まで一気にドンと見ていただこうと思います。それでは Day3VTR。 あ、何のポーズでくださる、何のポーズだろう。どうぞ。
したのは去年の6月夏の服に着替えた頃転がってきたボールを無視してたな僕が拾うまでこっちを見て待っていた透明人間そう呼ばれてた僕の存在気づいてくれたんだ熱い雲の隙間に光が差してグラウンドの上僕にちゃんと影ができたいつの日からか孤独に慣れていたけど僕が拒否してたこの世界は美しい
今こうして乃木坂46で東京ドームのステージの上に立って、昨日と今日ここまでやってきて、すごく実感したことがあるんです。それは自信を持つということはこういうことなのかなっていうことです。自信を持つっていうことは、ステージの上に立つ人間は必ず持たなきゃいけないものって、初期の頃に言われて、メンバーにもスタッフさんにもファンの皆さんにも自信持って頑張ってって言ってくれました。でもその言葉がずっと私には持てなくて、その言葉が一番嫌いだった時期もありました。でも今分かったような気がします。ここでみんなで笑顔で歌って踊ること、そのことが自信を持つということなんじゃないかなって思いました。それを気づかせてくれたメンバーのみんなと、そしてファンの皆さんに感謝を伝えたいなと思います。本当にありがとうございます。乃木坂に入って6年、悔しいことも辛いことも悲しいこともたくさんありました。でも今こうやってここまで頑張ってこれてきたのは、メンバーのみんなと支え合ってきたこと、そしてファンの皆さんにもこうやって支えられてきたことが、こうやって6年間頑張ってこれたんだなって思います。そして今こうやって東京ドームに立てていること、こんなにも素敵な景色を見られて本当に嬉しく思いますし、皆さんをこのステージに連れてこれたのも本当に嬉しく思います。こんなにも素晴らしい景色を見させてくれて本当に皆さんありがとうございます。私は乃木坂に入ってすぐセンターに選ばれました。はじめは孤独と不安で、目の前がとても真っ黒になりました。ですがファンの皆さんや、そしてここにいるメンバー皆さんに支えられて、今までこうやって活動を続けられました。初めはセンターに立つことがすごく怖くて、ライブも不安しかなかったけど、今はすごく楽しめていることが何よりも嬉しいです。そしてまだまだ未熟者なのに、こんな素敵な東京ドームというステージに立てたことは本当に皆さんのおかげだと思っています。そのことをかみしめて、これからも一生懸命頑張っていきたいなと思います。いつもありがとうございます。私はもともと自分のことが全然好きじゃなくて、自信も持てないし、なんか面白いことも言えないし、何もこうアイドルらしくないし、そういうところがずっと嫌で、こう必死に頑張ってた頃もあったんですよ。なんか自分らしくないけどこうした方がいいのかなみたいな思ってやってた時期もあったけど、もう6年やってきて、なんかそうやって無理に
自分らしくないことはあんまりしなくても、それでもこう好きだと言ってくれる方がいるから、なんか素のままの自分でいいんだなと思わせていただいて、そこからすごく気が楽になって、今もうなんかそのままの自分で楽しんで活動できていて、だから本当に応援してくださる皆さんへの感謝の気持ちももうね伝えきれないくらいあると思うし、あります。もうね、乃木坂って私にとって本当にすっごい大きい、この人生の中ですごい大きなことだったから、でそこで成長できた姿とかをなんか近くで皆さんに見ていただけていることもすごい嬉しいので、本当に本当にありがとうございます。もうこれからもどんどん私変わっていくと思いますけど、それがいいように、まあね、いいようになればいいんですけど、その姿をずっと見ててほしいなと思います。これからもよろしくお願いします。私はこの東京ドームライブ2日間やって、この6年間自分の中でもまあいろいろ紆余曲折はあったんですけど、6年間ここまで続けてこられて本当に良かったと心から感じました、で、まあ、今日最後のステージだったメンバーも、まあ、一緒に立つのは最後のステージだっていうメンバーもいますし、なんかそれはすごく寂しいけれど、ここに立てたのって今まで卒業したメンバーの力もあると思うし、本当に出会いと別れが多いなとひしひし感じます。ファンの皆さんもずっとここまで応援してくれた方もいれば、いろんな事情があって離れていってしまう方もいますし、かと思えばこれからもしかしたら好きになってくれる人もいるかもしれないし、そういうこうバトンをこれからもどん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 つなげて、なんかここで終わりじゃなくて、ここからもずっと坂を上り続けられるグループであれたらいいなと思います。そして私も、本当に今できる力を最大限に絞って活動に取り組みたいと思いますし、皆さんともっといろんな景色を一緒に見たいなと思います。これからもよろしくお願いします。6年前乃木坂の最年少として加入して、そんな私ももう10代最後の年を迎えています。子供だった私も、泣き虫だった私も全部受け入れて温かい居場所をくれたのが、私にとっては初めての居場所が乃木坂46でした。私自身は何もできないし、私が言うことではないですけど、きっとみんなメンバーもそれぞれ自信がない子がいたりとか、自分の居場所だったりこう疑問を持ってる子がいたりとかもすると思うんですけど、こうして今ここに自分たちの足で立ててるっていうことがすごく大事だなと思っていて、でもそれってきっと
スタッフさんだったりファンの皆さんだったり、いつも応援してくれたり助けてくれる周りの方々のおかげっていうのは間違いないなと思っています。自信ってやっぱりそれぞれ違うと思うんですけど、まだ自分に自信は持てないけれど、私にとっては支えてくれる皆さん、メンバーのみんなが最大の自慢だなって思います。そんな自慢の人たちとだったらどこまでも上へ上へ一緒に登っていきたいなとすごく今感じています。ドームは一つの目標だったので、達成感がメンバーもファンの方もあるかもしれないんですけど、乃木坂46は全然ここで止まるべきではないと思うし、まだまだやりたいこと、やらなければならないことがたくさんあると思うので、皆さんに一つ一つ見ていただきたいなと思ってます。これからもどん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 さらなる高みに登っていけるように頑張りますので、皆さん乃木坂46をこれからもどうぞよろしくお願いします。走ってたところ。
は本当にありがとうございました。ありがとうございました。大体一番上にいる皆さんと同じぐらいの目線にいるすごいですね。本当にここが終わりではないです。ここがスタートだと思います。これからも皆さんで一緒にいろんな景色を見ていきましょう。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。
イエイイエイ、皆さんまだまだ騒げる準備はできてますか？もっともっと騒いでいけますか？イエーイ。では続いての曲どうぞ。ドームラスト全部出し切れ。さっきメンバーもいろいろ話していましたけれども、皆さんへの感謝の気持ちがいっぱいです。そんな皆さんへの感謝の気持ちを込めて、続いての曲は3期生が入って46人で、全員で初めてもらった曲を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。設定温度
は3期生。続いて6年前、まだまだつぼみだった私たち、一つ一つまだ咲くことを夢見るつぼみたちが同じ夢を持って同じところに向かって歩き始めました。涙をたくさん流して、汗をたくさん流して、そんな日々を送りながらも少しずつ成長してきて、今日こんな素敵なステージの上で花を咲かすことができました。今度はその花を、その花から生まれた種を日本中、世界中、もっと広いところにそよ風に乗せて、いろんな人のところに運んでいきたいなと思っています。今この会場にいる皆さんには、そんなそよ風になってもらって、私たちだけの力ではなくって、皆さんの力も借りて、このグループをもっともっと成長させていきたいなと思います。これからも乃木坂46の応援よろしくお願いします。さあ皆さん、続いての曲が最後になってしまいますね。え、本当に終わりたくないですけど、本当にここまで来るにもいろんなことがありまして、やっぱ東京ドームって広い会場はそう簡単には建てないんだなっていうのを実感しました。だけどこの2日間とってもいい時間をくれました。そして今日ここに集まってきてくださった5万5千人の皆さんが、もう一緒に今こうして時間を過ごしてるって奇跡ですよね。そんな素敵なライブ、やっぱり乃木坂といえばこの曲で締めたいなと思いますけれども、皆さん準備 OK ですか？それでは最後、皆さんで一緒に
この会場を素敵な景色で埋めて今日このライブを終わりたいと思います。聞いてください、乃木坂の歌。わー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 坂がどこにあるかなんて僕らは何も知らずに見たんだ。早くやな
当に今日はありがとうございました。すごく素敵な景色を今見れていると思います。そして今日この会場にいる皆さんと一緒にこのライブを作ったことが本当に本当に幸せだなと思っています。これからもメンバーで力を合わせて皆さんが明日も楽しく生きたいと、これからも乃木坂46と楽しい時間を過ごしていきたいと、たくさん毎日笑顔でいられるように、そんなパワーをみんなで力を合わせてどん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 届けていきたいと思います。なのでこれからも乃木坂46についてきてください。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。
ですね、こうやっていろんなメンバーも旅立っていく日も来ますけれども、この2人もすごく前向きな旅立ちだし、今日のこの東京ドームが2人にとって、2人のこの先長い人生にとっていいきっかけになったらいいなと思って、そんな思いも込めて最後はきっかけを歌いました。この2人に大きな拍手を。順番にじゃあ一言ずつ挨拶をもらいたいなと思うんで、まず姫たんから。はい、皆さん本当にありがとうございます。君の名は希望の歌詞の中にある未来はいつだって新たなときめきと出会いの場っていうフレーズが私すごく大好きで、マリカとそしてこれからの乃木坂ちゃんの未来がときめきにあふれた素敵なものになると私は信じています。これからも乃木坂のことよろしくお願いします。6年間お世話になりました。ありがとうございました。そしてマリカ。はい、伊藤マリカです。このステージに私は1期生として6年間こう活動させていただいたんですけど、ありきたりな言葉かもしれないけど、皆さんの応援があって、大好きなメンバーがいて、大好きなスタッフさんがいたから、私はアイドルとしてこのステージに立つことができたんだなと思っています。最後にこの曲を、大好きなきっかけという曲を歌えることができて本当に幸せです。これからが
スタートだと思うので乃木坂46にとっても、私たち私も姫香にとってもスタートだと思うのでここからみんなで突っ走っていきたいと思うので乃木坂46もメンバーのことも応援よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで東京ドームライブ最後まで見て、あ、泣いてるの泣いたの、感動したね、感動したね最後まで見ていただきましたけどどうでした？松村さん、いや、本当にいいライブだったし、すごい、うん、東京ドーム、あの東京ドームで、うん、なんか改めて乃木坂46っていうグループが団結したなって、いやね、そうね、よりなんかこう一つになった感はあるよね。うん、あったよね、うん、あったあった。すごいさ、なんかこのセットリストとかもさ、うん、結構、うん、いつもよりもなんかさ思い出な、いつも思い出がすごいけど、うん、なんか本当により思い出がすごく強かったから、確かにね、すごい、まあ、大成功だったなと。いや、大成功ですよ。やっぱ最後のアンコールの きっかけ、うん、は今でも覚えてるし、やっぱ姫たんとマリカの、ね、あそこの挨拶のとことかもね、なんかグッときた。なんかさ、挨拶終わってさ、こう2人がはけるときに後ろにみんなこう見てる、見てる方だったじゃん。なんかそう、ああいうのが乃木坂らしいなってちょっと思ったし、ね、うん、そう、いつもさ生駒ちゃんがさそういうとき最前列のね、うん、下にいるんだよね。あ、そう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 、写真とかも絶対いるね、いるね、ね、それもすごいなんか懐かしかった。懐かしいね。でもあの階段どうでした？あ、登っていくやつ、登っていくやつめっちゃ高かったね。めっちゃ高かったよね。高かったし、意外とまあまあな階段登っていかなきゃだから、うん、もうライブの最後だけど最後にそこ登るのが結構ね疲れたでもさ、あそこに行ったらさ東京ドームがもう一望できるわけじゃない、うんうん、それはすごい感動したね。確かにすごい高かったもんね、うん、めっちゃ高かった。なんか結構さ、この東京ドームの上の席の方の方、うん、もうすごいさ、なんか目の前に近くに見えてね。あ、近かったね。近かったよね。うん、登ったらより近くに行けたからすごい良かったし、うんうん、こう最後にこうありがとうございましたって挨拶してパッてあげた時にさ、なんかファンの人からのサプライズでさなんかありがとうみたいなあったじゃない。あったね、あれはすごかった。まさかだったもんね。
ねえ、まさかだった、うん、しかもさ、すっごい綺麗だったよね。めっちゃ綺麗だったね。皆さん本当に、なんて言うんだろうね、もう団結力がすごかった、うんうん、なんかあるのかな、やっぱさ、席のとこにさ、ね、つけてくださいみたいな、ね、あなたはなんかこっち色つけてくださいとか、あなたはつけないでくださいっていうのがあるのかな絶対あるよね。ね、どういう仕組みなんだろう。ね、参加してみたい。ね、してみたいよね。うん、そっち側にちょっと回りたい。ね、面白そう。うん、でもすごい、なんかそこも含めて全部良かったなって思うね。うん、うん、ありがたい。大成功でした。大成功でした。はい。じゃあ、今回全部、うん、東京ドームのライブ振り返ってきましたけど、はい、改めて、うん、マイヤーの中、マイヤーにとって東京ドーム、うん、どんな存在ですか？どんな存在？東京ドームは、でもやっぱり誰もが知ってる場所だから、うん、すごい憧れもあるし、で、やっぱりアイドルになったからには、やっぱ東京ドームってちょっと目標にもなったし、うん、でしかもやっぱ乃木坂に入ってたくさんの人が応援してくれて、やっぱりそういう応援してくれるファンの方を連れていきたいなってこう思う場所でもあるから、なんか自分にとってもすごい大きい場所だけど、まあ、ファンの方にもそういうの同じ景色を見せたいなって思える場所だから、なんだろうね、こうみんなで目指せられたらなってまた思います。ねえ、そうだね、うん、今回ちょっと中止になっちゃって、うん、でもね、寂しいけど本当はやりたいなって思ったけど、うん、でもすごい本当、うん、もう自分勝手で申し訳ないけど、うん、やっぱ一白石ファンとしてはまこの会える機会がね、先に伸ばす先にまだあるって思うのはすごい、そうね、楽しみ、これからの楽しみだよよかった、そう言ってくれるのは本当に嬉しいし、なんかやっぱそこでね、なんかこれでもうさよならってなったらね、会えないままみんなとお別れになっちゃうのも寂しいからさ、うんうんうん、メンバーともいっぱい会いたいし、ファンの方にもちゃんと会いたいよね、会いたいからね、本当にあと残りの時間はまあそんな長くないかもしれないけど、最後まで本当にみんなとの時間を大切にしたいなって思いました。なんか会いたいよねなんか会いたい、会いたいね、早く会いたい、だってまた照れちゃう、いくちゃんも言ってくれたの、早く会いたい、うん、でもいくちゃんより先に会う会おうね、うん、ゆきちゃんより絶対先に会う、先に会う嬉しい、そうね、うん、めちゃくちゃ嬉しい、本当に会いたい、みんなに、なんか寂しいね。まあこれを見てね、皆さんちょっとでも元気になって楽しんでもらえたらいいなって思います。ということで、ということでね、3日間にわたって2017年の東京ドームライブを振り返ってきましたが、はい、これを見てくださってる皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか？楽しかったよ。楽しかった。楽しかった。もう一回見るよ。もう一回見る。もう一回見る。言ったね。言ったね。毎朝だけ見るよ。毎朝だけ見る。すごいファンがいっぱいいる、ありがとう幸せありがとうございます。ということで、そろそろお別れになりますけど、本当に3日間皆さん見てくださってありがとうございました。さゆりちゃんもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではでは、最後に何かこう言い残したことだったり、伝えたいこと、皆さんに何かあったりしますか？お、なんだろう、でも私はやっぱり最近全然会えてなくてすごい寂しいから、うん、マイアンからの愛の言葉が欲しい。やばい、それはすごい、まあ、これやっぱさ、ほら公共の場だから、うん、まあ、私だけにっていうちょっとわがままあれだから、うん、皆さんに向けての、あ、皆さんに向けて、うん、濃いめの愛の言葉、濃いめの、あ、さゆりちゃんも含まれてる、含まれてる、
込まれてる。ファンの一人ってこと？そう。なるほど。そうね。まあ、まあ、そうだね。卒業ライブができなくて、私の気持ちとしてはすごく残念だけど、でもその分、またこう皆さんとお会いできる機会もまだ残されてるし、まあね、大好きなメンバー、まあ、大好きなさゆりちゃんとかにもやっぱりまだまだたくさん会えるっていう幸せもあるので、そういう時間を大切にして、ぜひファンの皆さんにもこう最後まで、まあ、私もそうですけど乃木坂46っていうグループをこれからも応援してもらえたら嬉しいですし、私もこう最後の日までこう全力で走っていくので、これからも応援してもらえたら嬉しいです。大好きだよ。僕のこと好き？僕になっちゃった。そう、あなたが一番好き、さゆりちゃん。あーすいません、すいません、そんな、恥ずかしいじゃん、これで終われるかな。こんな感じですけれども、もう十分満足。満足した？はい。嬉しい。この音声をリピートして私は寝るね。わかった。ずっと流れてるの、音声ここで。流れてる。夢に出てきますように。出てきますように。かわいい。はい。ということで、本当に本当に最後になりますけれども、皆さん本当にね、体調には気をつけて、お家ででも楽しんでいっぱいこの映像も見て、元気に過ごしてください。ということで、皆さん、さようなら。さようなら。またね。またね。バイバイ。